名鉄 MRM100 系電車は名古屋鉄道モンキーパークモノレール線の小座式モノレール電車である。MRM100 系車内運転台本形式は1962年のモンキーパークモノレール線がラインパークモノレール線として開業した際に導入された車両である。ゴムタイヤでコンクリート製のレール上をまたがって走る人たち、アルウェーグ式による 日本初の小座式モノレールである。また、モンキーパークモノレール線の廃止当時は日本で最古の現役モノレール車両であった。制御装置は、日立製作所製電動カム軸式抵抗制御、MMCHBM-5、主電動機は HS-510CRB、歯車比は1、15.13である。直流 1500V、 車体はアルミニウム合金製で全幅が広い。名鉄の旅客車両では最後の比例傍車であった。編成は MRM100 系2両と MRM200 系1両で蘇生された。現役時を通じて2本が在籍し、通常は1本を使用。多脚時には2本連結した6両編成で運行された。連接構造のため全断面貫通路であった。 運転席もパイプで仕切ってあるだけなので、全面展望も楽しむことができた。客室内の連接部と運転席後部では、台車や機器を覆うカバーが大きく張り出していた。座席は運転室後部が窓の方を向いたロングシート、他はボックスシートであった。扉は各車両に、片開き式が片側2カ所となっていた。塗装は当初無塗装に、 赤と白の帯を巻いていたが、1990年代からは、沿線の日本モンキーパークにちなみ、動物のステッカー調布やラッピングが行われており、数回にわたって変更されている。また、座席もモケットの柄を変更している。さらに2000年代からは一編成が、車体全体を黄色、青色、赤色にラッピングしたほか、モンキーパークモノレール線の廃止直前にはもう一。 編成が特別なラッピングを施していた。車両検査は犬山検車場へトレーラーで輸送していっていた。2008年12月28日付でモンキーパークモノレール線が廃止されたが、この時点では車両の処遇についての発表はされなかった。その後、製造メーカーの日立製作所が山口県下松市にあるかさと事業所で、 先頭車1両を保存することを決定した。また、名鉄でも101から201を2009年3月4日に、登場時の図書区に復元の上、動物園域や土地へ生態保存することが発表され、こちらは3月19日より公開されている。また103号車が岐阜県下市にあるスパリゾート湯の花アイランドで展望台として利用されている。 日立評論1962年8月号によるニュースリリース旧モンキーパークモノレール線のモノレール車両を保存します2009年3月4日。ありがとうございます。